どうもキミマロです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですねこちら、僕にとってのファーストライカですね、ライカの M10R というのを購入いたしましたので、こちらの開封をしてみたいと思います。あとなぜ今ライカを購入したかといったところについても話していこうと思いますので、よろしければねお付き合いください。はい、そういったわけでこちらついにね買ってしまいました、ライカの M10R ですけども、僕ねこれ購入して1日経ってるんですけど、まだこのようにね開けていないので、さすがに中身早く見たいのでもうまず開封しちゃいます。開けます。はい、開けてきます。こういう感じで開くんですね。でここがこう開くと、でここに本体が入っていて、ここが開くのかな、そうですね開くんですね。開いてここに引き出しが入っていて、一つ目の引き出しはこれね、おまけで入れてくれた SD カードですけども、これとあとはスタートガイドですね、まあ、こういったマニュアル類が入っています。これが一つ目の引き出しで、その下ここ2つ目の引き出しがございますが、こちらには付属品が入ってますね。付属品すごい一個一個ちゃんとこのライカの袋に入ってるんですね。こちらがストラップですね。レザーの結構しっかりしたストラップが入ってます。ストラップと、あとこれは何だろう、バッテリーチャージャーですね。バッテリーチャージャー、あとはこちらがシガレットコードかな、はい、これも充電コードですかね、はい、コンセントに挿す方ですね、電源コード。最後バッテリーでしょうね、これね。開けてみます。バッテリーですね、バッテリーが入ってました。はい、付属品は以上ですね。さあ、そしてここに本体が入っているということで、本体は、はい、では本体開けてみましょう。ライカ入ってます。 M10R がこちらに入っております。おお、なんか結構ずっしりとした感じで、わー、なんかもうこの時点で鳥肌が立ってきましたね自分のライカがねこう手元にあるというのは嬉しいですね。はい、開封しました。こちらです。こちらがライカ M10R でございます。 M10R ブラッククロームの新品で購入いたしました。あとレンズはマップカメラさんで中古で購入しました。こちらも開けちゃいます。中古なんですけど結構ね備品というかかなり状態がいいものが購入できたんじゃないかなと思います。レンズは同じくライカの 50mmF2 の4世代目ですね、第4世代っていうのを購入いたしました。ちょっとねせっかくなんで早速ねもうこのレンズつけてみたいと思います。こうして外して取り付けるんだと思うんですけど、普段ねソニーのカメラは使うんで使い方わかるんですけど、ライカのカメラをねレンズの交換すら僕はしたことがないのでちょっとね緊張しますね。開けまして、赤いポッチがねこことここにあるんでね、これで合わせて取り付けるってことだと思うんですけども、取り付けられましたね。もうこれすらもちょっと緊張する。はい、こういった感じになります。わ、かっこいいな。佇まいがもうかっこよくないですか。これ持ってるだけで多幸感がすごいな。これ幸せですね。これは嬉しいですね。はい、まず M10R とレンズともにね開封をしてみましたけど、ここからはねちょっと僕がなぜこのライカを購入したかというお話をしてみたいと思います。僕ライカを意識し始めたのは 4,5 年前くらいとかで、まだね結構浅いんですけども、その当時もね全然カメラについては全くと言っていいほど無知だったんですよね。でその頃からインスタはやっていて、僕も投稿してますけど他の方の投稿とかもね結構いろいろ見ていたんですが、その他の方の投稿を見ていて、この写真綺麗だなとかねかっこいいなと思ったのが、調べてみるとね全部ライカで撮られた写真だったんですよね。この写りってどうやったら出るんだろうって調べていたら、ほとんどのそういった写真がライカで
撮られていたっていうのに気づきまして、でそこでライカを意識して、自分でもライカで撮りたいなと思ってライカについていろいろ調べてみたんですけど、まあ、まずね最初にびっくりしたのはね価格ですね。カメラってこんな価格のものもあるんだってね、まあ、正直最初は価格に驚きました。であと撮り方なんかも結構ね難しそうだし、なんかそう簡単に一筋縄ではいかないようなカメラだなっていうような印象もありましたので、まあ、ライカっていうのはプロカメラマンが使うもので、僕のようなねこうカメラの基本の機も分かっていないようなにわかが手にするようなねカメラではないなと思って、僕はねその当時最初に欲しくなった気持ちっていうのはねそこで一回収まったんですけども、でも綺麗な写真を撮りたいなっていうのはあったので、もう少しね身の丈に合ったカメラをと思っていろいろ探していて、その時に最初に買ったのが富士フィルムの XT20 っていうカメラを購入しました。これは APS-C のカメラですね。で僕のインスタの初期の投稿は全部この XT20 で撮っているんですけど、でそれまではね iPhone で撮った写真を気軽にポンポン上げていたんですけど、インスタの投稿はもう少しね自分がね納得した写りになった写真を上げていこうかなと思ったので、ちょっとねそれまでの投稿を一回全部リセットしてそこから上げ直しっていうのをやっていったんですけど、その当時使っていたのは XT20 というカメラ、まあ、それでも iPhone のカメラとは全く違ったね綺麗な写真が撮れたので、まあ、その時も嬉しかったんですけども、やっぱりねしばらく使っているとこのライカのことを思い出すことが結構あって、でライカとやっぱり写りは違うなって思ってしまって、やっぱりそうするとねまた欲しくなる波が押し寄せてくるんですよね。他の人からもねライカ買わないのみたいにね聞かれたこともあったんですけども、ちょっとねまだ僕はライカ早いなみたいなことを言って、その時もやり過ごしてしまって購入してなかったんですね。まあ、そうこうしているうちに2年半前ぐらいからこうして YouTube をね自分で始めてみるってことになって、で気持ちはねどんどん動画の方にシフトしていって、動画を撮るんだったらこのカメラというようにカメラを選ぶようになっていて、今撮ってるカメラもそうですけども、サブカメラとかも含めてソニーのカメラがねいくつかあるんですけど、そういう風にねどんどんライカからは気持ちが離れつつあったんですよね。それでもねこのライカのロゴ文字だったりとか、あとはライカっていうね単語を耳にしたりすると、やっぱり当時憧れていたライカで撮られた写真っていうのがこうね気持ちの中に思い起こされてくるってことが多々あって、で最近またねこのライカが欲しいという第3波がね押し寄せてきまして、このタイミングだろうと思いまして今回の波で購入に至りました。3回目の大きいライカが欲しいの波が押し寄せてきて今回購入したんですけど、このライカが欲しい理由を一言で言えばもうシンプルで、ライカで写真を撮りたかったから、もうねこれに尽きるんですよね。ただそれだけなんですよ。でも今まではライカはプロ仕様のカメラだからとか、僕なんかが扱えるカメラじゃないとね、そういう風に自分の丈に合わないと思ったり、あとね動画も写真も簡単に綺麗に撮れるねこうソニーのカメラとかがありますので、それがあるからライカは必要ないんじゃないかなとかも思って、まあそう合理的な理由をつけてパスしてきてしまったんですよね。でも人は時に非合理的な選択を取ることがやっぱりあって、今持っているカメラよりも高価だし操作も簡単ではないかもしれないけども、どれだけね自分が思い描く理想の絵が撮れるか、そのためにはどう工夫してどう考えてシャッターを切ればいいのか、そういった体験も含めて他にはない面白さがこのライカにはあるなと思って手に取ってみました。なのでこのライカにコスパがどうであるとか、他にもね高性能だったらこんなカメラがあるとかね、そういう話はねもう野暮かなと思っています。ライカで撮るという体験を購入するにはやっぱりねライカしかないんですよ。先ほども言いましたがライカは非常に高価ですし、それなのに高性能というわけではないんですよね。オートフォーカスを使うこともできないし、電子ファインダーじゃない、ここのねレンジファインダーというガラスの素通しのファインダーなので、ここからねこう覗いて撮るといった形なので、ちょっとねその撮り方っていうのも特殊だし、フィルムカメラとかに近いですよね。このレンジファインダーの独特のピント合わせの方法でフォーカスを合わせるのもね結構癖がありますし、あと動画が撮れないし、この裏側見てもですねボタンがめちゃめちゃシンプルですよね。これしかボタンがついてないんですよ。ボタンダイヤルがこれしかついてないんですよ。なので僕が今こう撮ってる α7S3 とかみたいにボタンが山ほどあってカスタマイズもし放題みたいな感じの機能もりもりっていうわけでは全然ないんですよね。かなりストイックな作りなんですよ。なので逆に言うとフィルムカメラのように目の前に映るものをそのまま切り取るような感じになるんで、フィルムカメラって言ったらボタン1個しかないじゃないですか。あのインスタントカメラとかそうですけども、まあ、それに近い感覚があるなと思っていて、でオートフォーカスとかいろいろなね補正機能が充実したカメラとは違って、もう自分のさじ加減がそのまま描写に反映される、作品写真に反映されると、なんか自分の目と神経と直結したカメラという印象で、そこがねすごい惚れ込んだところだったりするんですよね。なので撮りたい絵の100点が決まっている、求められるものが決まっているようなクライアントワークとかにはねもしかしたら向かない
ないのかもしれないですけども、僕はクライアントワークのようにお仕事をいただいて写真を撮ることがほとんどないので、あくまで趣味の範囲というところになるので、まあそういったところでもね、このライカっていうのは向いてるのかなとかも思っています。そういう意味ではね、自分が撮りたい写真を自分本位に撮るための最高のカメラであって、自己満足を最高に高めてくれるカメラなのかもしれないですよね、このライカというカメラは。なので、ね、僕はプロカメラマンではないので、ライカで撮った写真のアウトプットはインスタグラムであったり、この YouTube であったりというところにね、今のところはとどまるんじゃないかなと思うんですけども、このライカで撮れる体験というのをね、手にできた今、めちゃめちゃワクワクしています。はい、僕のね、思いをいろいろ語ってしまいましたけど、そういった意味でライカじゃなきゃ味わえない体験をライカを購入することによって実現しました。これからね、こちらで写真撮りまくっていこうと思います。ではね、今からこちらライカを持ってスナップに出かけたいと思います。スナップの模様もまた動画で紹介したいと思いますので、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。もしこの動画が良かったと思った方は、ぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。